2020年5月世界の Forex ゲームプレイヤーによるベストゲーム投票が行われました。この動画はその結果をゲームの解説とともに行っていきます。解説を始める前に投票の見どころを解説します。現状でプレイヤー人数の多い Forex ゲームはシビライゼーション6とステラリスです。これまで最も評価の高い Forex ゲームはマスター・オブ・オリオン2です。 Forex の世代交代は起こっているのか注目しましょう。今回対象となったゲームは SF、歴史、ファンタジーと複数のテーマが混じっています。各テーマの比較も見どころです。ではベスト8までの結果を画像で見ていきましょう。ラウンド1、マスター・オブ・オリオン2、シビライゼーション2、シビライゼーション4、シビライゼーション5、コロナイゼーション、ステラリス、エンドレススペース2、エンドレスレジェット、ディスタントワールズ、ギャラクティックシビライゼーション3、エイジオブワンダー3、Age of Wonder, Planet 4, Star Ruler 1, Star Ruler 2, Warlock 2, Master of Magic。 Round マスター・オブ・オリオン2、シビライゼーション5、ステラリス、エンドレス・レジェンド、ディスタント・ワールズ、エイジオブワンダー3、スタールーラー2、マスターオブマジック、それではここまでに敗退したゲームにおける注目作を紹介しましょう。いきなり最も知名度が高いと思われるシビライゼーション6が負けてしまいました。シビライゼーション6に満足していないプレイヤーは多いようです。ここまでに最高の得票数を得たゲームはシビライゼーション4の558票でした。歴史ゲームはシビライゼーション5のみになってしまいました。続いてラウンド3、
注目すべき一戦があるので解説します。マスター・オブ・オリオン2対シビライゼーション5です。 4X というジャンルにおいて常に比較されていた因縁の比較です。結果はマスター・オブ・オリオン2の勝利です。続きます。ステラリス、ディサントワールズ、マスター・オブ・マジック、ファンタジーがマスター・オブ・マジックのみになりました。準決勝です。ステラリス対マスター・オブ・オリオン2です。新旧頂上決戦です。結果はマスター・オブ・オリオン2の勝利です。ディスタント・ワールズ対マスター・オブ・マジックです。ディスタント・ワールドは今回参加したゲームの中で唯一ディテールを楽しむゲームです。マスター・オブ・マジックの勝利です。決勝戦です。決勝戦は同じデザイナーによって作られたゲームの対決になりました。 SF 対ファンタジーによる頂上決戦です。マスター・オブ・オリオン2対マスター・オブ・マジック、結果はマスター・オブ・オリオン2の勝利です。20年以上も前の作品が一番になるには理由があります。一つは最新 OS に対応していて簡単に入手できるためです。もう一つは実際に遊んで比較すると比べ物にならないレベルで面白いからです。現在はインターフェースだけなら日本語化されているので日本人にも遊びやすくなっています。では現在最も面白いターン制ストラテジーゲームはマスター・オブ・オリオン2かというと 4X ではない XCOM を選択するユーザーもいます。ゲーム性が違うので好みによって評価は分かれるでしょう。そしてもう一つ、上には上がある、ヒーローズ3とか、現在では単性ストラテジーゲームの最高傑作は 4X ではなくなってしまいました。